流れはみんな自分のキャラクターを選んでるんですよね。そうですね。どうしよう、まあ、3択になりますかね今のところ。隣のキャラ選んじゃおうかな。おお。お何それ、何それ、何だろうそれ、何その秘密の合図。あ、すごい、あ、やってますよ、やってますよ、いかせ。何それみんなハテナがねじゃあ自分のキャラクターを選びますあら、ほら、えーとか言うから、キララで。お、キララ、いきますか、キララいいんですか。ちょっと怖いないいんですか。じゃあキララで。ほう、すいません、トモリファンの皆さん、すいません勇気ある選択ですね。ということでキララの紹介させていただきます。本作の主人公です。両親がおらず辺境の村で周囲の人々に育ててもらってきた少女です。幼い頃から人と人とのつながりを感じることができる不思議な力を持っておりまして、ランプ、マチとの出会いを経て伝説の召喚魔法コールを使う能力に目覚めた伝説の召喚師でございます。ではカード開けちゃってください。ダン、はい、あの人とあの人ってこんなつながり。はい、こちらもキララのつながりを感じ取ることができるということにちなんだなんで私引いちゃったんだ難しい、本当難しいです。でもこれ私が引くよりこう知り合いの多さ的に面白いかもしれないですよ。確かに、うん、じゃあ私とともりちゃんのつながり話すお、変なこと言わないかな怯えてますよ、はい、楽しみですね。ともりちゃんも入る？一緒に一緒に話す？いいですよ。さあ、それではじゃあひかささんとともりるのトークです。用意スタート私とともりちゃんの出会いって覚えてる？覚えてます。みんな知ってる？お、聞こえてきた。別のメーカーの名前出さないで言っちゃいけなかったら。言っちゃダメ、言っちゃダメ、ダメダメね。そうなんですよ、初めてのともりのアフレコの初めての現場で一緒で、はい、うん、でなんかともりがなんかあのその時あれ制服、制服でしたね。ともりの制服見ちゃったんだよ私でなんかあのアフレコスタジオのあのこうスタジオのあのなんていうの扉のところでなんかずっとこうやって立ってて緊張してたんですよ。どうしたんだろうこの子はって思ってて、声かけたら今日が初めてなんですっていうのをマネージャーさんがおっしゃってて、うん、でえでそっからね、なんかあの私結構その時結局何にもしなかったなって思い出して今。そんなことないですよ結局そのあの、あの若い子たちにこの子初めてだからちょっとうまいことやってあげてみたいなお願いをして放置するっていうのが出会いだよね。そうです。あ、なんでなんでなんで、え、マネージャー NG そんなことないと思いますよ。え、そんな長かった今。全然松井ちゃんの方が話長かったよね。すごかったです。すごい。でも本当に現場で初めて話しかけてくださった先輩がひよさんだったんですよ。うーん、そうだよね。全然こっから続く予定だったんだけど、まだいいですか。もう全然プップップーとか私気にしないタイプなんで。すごい嬉しいですけど大丈夫ですか。いや、ちょっと尺は守っていただく方向でじゃあ今度ね、どっかのどっかで、あ、でも OK か。ちょっとスタッフさんの中にその馴れ初めを聞きたかった人がいらっしゃったよね。あ、本当。いや、で、そうで春に一緒の作品をちょっとやってたんですけど、はい、そこでなんか結構ともりがすごい明るい元気な子に表現しててであのキララファンタジアにも出てる赤崎千夏と2人揃うともう本当にタチが悪くてマジでそんなことございませんよ。ともりはどう思ってるの私のこと。尊敬しておりますよ。本当？はい、ありがとうございました。何なんだろう、なんかこれ何なんだろう。でも熱くてね、うん、素敵な関係なんだなっていうのは伝わってきましたけれども、さっきからこれねちょっと気になりますがねはい、知ってる人は知っているのかもしれません。誰も知らないと思います、